ブチギレデスカット炸裂。カットマンのための粒だかラバー。レジェンドロング。大好評発売中。皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのやっすんです。今回はですね、特別ゲストに来ていただきました。愛媛県からやってまいりました、トーン卓球教室の美濃と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。美濃さんはですね、はい、凄腕のカットマンですので今回はね、カットマンのコンテンツを、はい、いろいろと撮影できたらなと思っています。はい、卓球教室や SNS、さらに YouTube チャンネルも運営されておりますので、はいはい、やっております。はい、YouTube チャンネルも、概要欄の方に載せておきますので、ぜひそちらの方も、見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは今回はですね、美濃コーチに、はい、つぶたかラバー、はい、こちらです。コンフュージョン LP というラバー、はい、この緑色のつぶたかラバーなんですけど、はい、何やらカットマンにめちゃくちゃ相性が良さそうな感じだったので、はいはいはい、ぜひシダをお願いしたいなということでご用意しました。はい、はい、ラケットは原種 L に貼っております。はい、いつも本職で使っていただいているラケットも原種 L なの で、ね、よりですね、あの鮮明な、はい、こういつも使っているラバーとの比較であったりとか、はい、そういった形になるのかなと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまずワンコースで、あ、はい、お願いします。うん、遅いめっちゃカット遅い。やばい、めちゃくちゃ切れてるんですよ。収まりがすごくいいです。じゃあ結構弾まない。あ、そうですね、弾みやすくなめですね。なるほどなるほど。なんかかなり振ってますよね。そうですね、結構スイングスピードを速くして振ってるんですけど、しっかり収まってくれますね。すげえ。じゃあ低弾性だったら強打にも強い感じですかね。そうですね、やってみましょう。はい、おお、いやー今のここですから、ね、相当飛んでない。やばすぎる。切れますですね。はい、全然収まってますね。はい、うわっ。いやいいっすね。なんか安心して振れますね。あ、はい、でもそこ大事ですよね。そうですね、やっぱり合わせてこう抑えよう抑えようって感じだと、はい、あんまり変化のないカットになっちゃうと思うので、はい、そうですね、かなり振ってますもんね。はい、結構振ってますね。止まりますね。参りました。じゃあ続きを今度お願いします。あ、はい、お願いします。おお、切れてる。あ、切れますね。プチっていってますね。はい、結構なんだろう、攻撃マンの立場からすると、はい、粒のツッツキってぶっちゃけチャンスなんですよね。そうですよね。はい、なんかそのちょっと切れてるツッツキがあると、はい、結構打ちにくくなるというか、はい、強打のチャンスが減っちゃうので、はい、
いいっすね。こんだけ切れるんだったら。十分切れてますね。ね。おお。いや、いいっすね。結構つっつきくると滑っちゃう側もあるじゃないですか。ああ、そうですね。浮いてしまう。滑って浮いて、はい、でもうなんか低くするためにこうやって押さえてるだけの幅もあると思うんですけど、はい、全然自分の力でしっかり振って切れる。そうですね。これはそういう感覚が滑ってる感じは全然。全然そうですね。はい、ないです。おー、いいっすね。また書いてみようか。うん、おー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 やばいですね。一歩しか動かないじゃないですか。やばいですね。一歩しか動かないじゃないですか。なんかカットマンとしてのフットワークを放棄してるもん。卓球できるラマ。で、あのカットマンの泣きどころだと思うんですけど、はい、ロングサーブされて、はい、勝ち込まれる、強打を打たれるパターン、ね、はい、ちょっとその辺はどうなのかなって、やっぱりそういう実践的なところもあるか、はい、あるといいなと思って、はい、うわっ、待って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 、うわっ、おーうわー、なんじゃそりゃ、無理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 。うわっ、おー、これは強打はちょっと難しいですか。難しいですね。どうですか、切れてる感覚はあるんですけど、切れてますか。結構切れてます。あ、切れてますか。結構切れるじゃないですか。はい、切れますね。で、グッて来てるんですよね、やっぱりその思ったより切れてる。あ、ちょっと打つの怖いなみたいな感覚があるんですね。言うて僕ロングサーブのレシーブでこんなに切れてるの初めてかもしれない。ツーだと結構ぶち切れですね。うわでもまあ今の3球目攻撃ぐらいがいっぱいいっぱい、試合だったら本当に多分あれより強い球打てないですね。はい、いや、ありがとうございます。あの、泣きどころが強いので、めちゃくちゃいいです。ありがとうございます。いいですね。ありがとうございます。それやってますもんね。あ、打ちにくい粒だと、ベチャってこすって落ちる。滑らないですね。あー。おー、いいですね。普通にできるんだ。普通にできますね。これはすごいですね。これ3球目の立場からしたら、本当はカット待ちたいのに回り込みじゃなくて攻撃されてるから、精神的に相当苦しい。だって1番の得点パターン潰されちゃうんで。そうそうです。いいっすね、攻撃も良しで。お手上げです。おお。はい、というわけで、はい、こちらですね、コンフュージョン LP、はい、シダしてみました。はい、なんかすごい、本当に、なんていうんですかね、
もうこれぞカットマンのための粒だなみたいな、そうですね、はい、ラバーだったと思うんですけど、はい、実際打ってみていかがでしたか。好き嫌いかなり分かれづらい粒高なラバーなんじゃないかと。あ、もうカットマンだったら基本このラバーいいよねって思ってくれる、はい、なるほど、カットマンの方は好きなラバーなんじゃないかと思います。なるほどなるほど、確かに低弾性なんで、はい、強打に強かったり、そうですね、まあ、しっかり振ってスイングする余裕があるというか、はい、切りに自分から切りに行けるし、そうですね、つっつきの性能も高いし、はい、ロングサーブにも強いし、そうですね、確かにすごい万能な感じですね。いや本当に、はい、万能です。その代わりなんかオートマチックな変化とかは出ない感じではありますが、はい、こう正統派な、そうですね、粒のカットマンを非常に良さそうだなと感じました、はい、カットマンの方、はい、ぜひ一回試していただきたいラバーの一つとなります、はい、それではありがとうございました。ありがとうございました。海外発送をスタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。